はいどうもバシーデです。ってことでね、今日はですねバッドグリーディーさんとのコラボレーションデイ4ということでやっていくんですが、前回ねグリーディーさんの音源をね DAW に入れてピッチを合わせてね BPM55 という数字でね合わせるやり方を説明したんですけども、今日は実際に Ableton Push 2を使ってね、その曲をサンプリングしてドラムパターンを入れるっていうところまでやっていこうと思いますので、ぜひぜひゆっくりと見てってください。よろしくお願いいたします。 Everything I can is real. Let's do it. バシヒデ Music and Culture。 ヘイヘイヘイ、撮れてますかね。はいどうもバシヒデ AKA 死ぬまで B-Boy Peace。なんちゃってまあまあ冗談はね置いといて、さあ今日もやっていきます。 Day 4ですね。 Day 4はですね、まあ、前回のちょっと、ディレイをね聞かせたイントロの部分聞いてみましょうか。いいっすね。で今日はですねこのパターン2の方を使ってねやっていきます。このパターン2っていうのはこれ、はい、今日はねこのパターン2を使ってやっていきます。でね今ねここに、ドラムラックっていうのをね用意してます。でこのドラムラックっていうのはですね、あのエイブルトンライブに入っているインストゥルメントで、まあ入ってるんですね。このインストゥルメントっていうところに入ってるんですけども、これが非常にね便利なねツールでですね、僕好きで使ってるんですけども、ちょっと一回ねこれカットしますね。でちょっとドラッグ&ドロップするところからいってみましょう。ドラッグ&ドロッププッしました。ドラムラックが入りました。でねドラムラックっていうのはこのねこれね、はいこいつなんかパッドみたいなのがねこう並んでる16面並んでるものなんですけども、でこの16面がねこう2、3、4、5、6、7、8、8面あるよっていうね、16面が8個あるよということで、ここにねいろいろこの中に音を入れると、まあ、いろんなパターンをね組み合わせて、まあまあ MPC っぽい感じでねこう使える。でさらにこのエイブルドンプッシュがあるとエイブルドンプッシュでねあの叩いて使えるようになるっていうね、まあ、MPC っていうのもまあわからない人は赤いの MPC っていうのがねあるんで調べてみてください。まあヒップホップをやる人にはねあの必要不可欠なアイテムなんですけども、ねまあ、MPC っぽいねあのこのインストゥルメントなんですね。で今回はこのグリーディーさんの音源をこのドラムのラックの中に入れていきます。入れ方は簡単、これドラッグ&ドロップするだけですね。でドラッグ&ドロップするとここにこう波形が出てきましたん でこれを鳴らせば、今ねこれ最後まで聞いたのはですね、これね設定でねワンショットとかねいろいろあってワンショットモードになってるんですけども、これね最後までいっちゃうんですよね。これはでこのドラムラックをこれからねいじってサンプリングしていくんですけども、これね今エイブルトンプッシュがなくてもこのドラムラックっていうのは使うことができて、まあ今ねこう矢印でこうわかりますかね、こう動かしてますよね。でこれでまあ、自分のね使いたい範囲を指定してあげて音を鳴らすっていうねことなんですね。
で、今じゃあここの範囲だけを鳴らしてみようと思います。ね。これで今この再生ボタンを押すと、で、これをじゃあもうちょい伸ばしてやると、もうなんかすでにヒップホップっぽくなってきましたね。はい、これを今回は使います。でですね、今回は、4パターン作ろうかなと思ってるんで、このね、今左下にね、入れたグリーディーさんの音源をあと3つコピーしていこうと思います。で、コピーの仕方は簡単で、これオプションを押しながらドラッグするだけ。こうやってね。そうすると、コピーできました。バスヒデ！このね、ドラムラックっていうのが面白くて、これ今ワンショットってなってるんですけど、ワンショットっていうのはさっきの1回押すと最後までね、止まらずに演奏されるんですけども、このスライスっていうのを押すと、ライブがね、勝手にこうスライスしてくれて、こういう風にね、スライスしてくれるんですね。で、なんかちょっとこっち側もスライスしといて、まあ今、この左のね、下とその隣をスライスしました。でですね、このスライスの具合をね、まあ、例えばビートとかにしてみました。そうするとですね、はい、こんな感じでね、自動でね、まあチョップしてくれるっていうか、刻んでくれるんですね。はい、こういうね、面白い、なんつうかな、仕組みにもなってます。でも今回はこのスライスっていうのは使わずに、僕がね、任意で決めた場所をこうサンプリングしていくっていうやり方をお見せします。